欧州金融安定ファシリティは危機に陥ったユーロ圏の国に対する財政支援を提供することでヨーロッパの金融安定を図ることを目的とする特別目的事業体。2010年5月9日に欧州連合の27の加盟国によって合意された。ルクセンブルク市に本部を置き、欧州投資銀行が業務に関する契約によって資金管理業務と運営支援を担っている。 日本語における契約はなく、欧州金融安定基金、欧州金融安定化基金の訳も見られる。欧州金融安定ファシリティはドイツ債務管理庁の支援を受けて、財政危機に陥った国に融資するために必要な資金を調達するために、市場で債券などを発行する。債券の発行には、欧州中央銀行への払い込み資本金の割合に、 応じて決められたユーロ圏諸国の保障を受ける。欧州金融安定ファシリティは、欧州連合の予算を担保として、欧州委員会が調達した資金による、欧州金融安定メカニズムからの最大600億ユーロの融資と国際通貨基金が拠出する最大2500億ユーロの融資を組み合わせたものであり、最大7500億ユーロの財政安全網を、 確保するものとなっている。財政支援が実行されなかった場合には、欧州金融安定ファシリティは、発足から3年が経過した2013年6月30日でもって終了することになっている。財政支援が実行された場合には、欧州金融安定ファシリティは最後に発行された再建が全額召喚されるまで存続することになっている。欧州金融安定ファシリティは、 ユーロ圏の国による支援要請を受け、欧州委員会と国際通貨基金が当事国の計画を協議し、その計画がユーログループで全会一致で承認され、覚書に署名がなされてから行動することができるようになる。つまり、当事国が受け入れられるような金利で市場から資金の融資を受けられなくなった場合になって初めて欧州金融ファシリティの機能が活用されるということで、 ある。ユーロ圏の国から財政支援の要請があった時には、欧州委員会、国際通貨基金、欧州中央銀行の専門官が危機に陥った当事国に派遣されるということを含めて、支援計画の作成には3から4週間かかることになる。ユーログループが計画を承認すれば、欧州金融安定ファシリティは数営業日をかけて必要な資金を調達し、 融資を行うことになる。各国が負担する債権に対する保障の額は以下の表の通りとなっている。欧州金融安定ファシリティの最高経営責任者は欧州委員会経済金融総局長を務めていたクラウス・レイクリングであり、レイクリングは国際通貨基金やドイツ連邦財務省での勤務経験がある。欧州金融安定ファシリティの役員会は ユーロ圏16カ国の財務当局担当の政務、または事務方の時間給で構成されている。欧州委員会と欧州中央銀行は役員会のオブザーバーを任命することができる。役員会の議長には欧州連合経済金融委員会の議長も兼務しているトーマス・ビーザーが務めている。規定上は欧州議会に対する説明責任がないが欧州金融安定ファシリティは 欧州議会の関連委員会と緊密な関係を持ちながら運営されることが求められている。2010年6月7日、ユーロ圏諸国は欧州委員会に以下の業務について欧州中央銀行と連携して当たることを委託した。同日、ルクセンブルクの法令におけるソシエテアノニムとして欧州金融安定ファシリティが設立された。2010年6月9日には、 クラウス・レイクディングが最高経営責任者に任命され2010年7月1日に就任した。2010年8月4日、欧州金融安定ファシリティは正式に業務を開始した。欧州金融安定ファシリティは欧州中央銀行による借り換えに適した状態とするために発行再建に格付け機関からトリプル A 評価を受けることを期としている。2010年9月、 フィッチ、ムーディーズ、スタンダードプアーズはいずれも欧州金融安定ファシリティ発行債券にトリプル a 格付けを与えており、これによって欧州金融安定ファシリティは容易に資金調達ができるようになった。格付けの外観では安定的とされた。ありがとうございます。